皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生の定期試験や CBT、 そして歯学部卒業試験やですね、国家試験対策のマンツーマンの、個別指導スクール東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、補哲学の、クラウンブリッジですね、こちらのですね、様々な要件について、ご紹介します。クラウンブリッジはですね、もちろんあのポンティックの例えば形を覚えるとかですね、まあそういったものもあるんですけど、この総論的なですね、この要件、これが結構テストによく出ます。しかもですね、結構皆さん学習時間がここ少なくてですね、なんとなくできるとか、思ってですね、結構あまりそんなにやってなかったりするんですね。それでたまに間違えてしまったりして結構差がつく範囲でも、あります。そのためにしっかりですね、こちらを覚えてください。実際問題の方をですね、見ていきましょう。まず力学的要件について正しいのどれかということですね。まず A ですね、材料の耐食性ですね、耐食性、そしてですね、 B が白石の、保持力、 C がですね、歯肉に調和した色調、臭組織に配慮した変形体ですね、で E がですね、白石のガイドグルーヴということですね。もちろんこれら必要ということなんですけども、力学的なものはどれかということですね。これ答えは B と E ですね、こちら保持力とグルーヴですよね。こちらが例えばこの問題だったら答えということですね。今からですね、まあ しっかり覚えておくものをですね、言うんですけども、この要件っていうのがですね、結構まあ例えばいろんなこう分類の仕方って結構あるんですけど、このまず要件の種類を覚えないとなんだっけってなっちゃうんですね。そのためですね、この5つ見てほしいんですけども、まず心理的要件ですね、そして材料学的な要件、そして今回出題された例題の力学的要件ですね、そして機能的生物学的要件ですね。まずこの5つですね、言えるようにしないとちょっと途中で分かんなくなっちゃうんですね。どういう分類があったんだっけってなってですね、その自分が思い出した分類がですね、間違えてたりするとそっちに入るんじゃないかとか、そういうふうに考えちゃうんですね。そのためこの神秘ですね、材料、力学機能、生物っていうのはまずしっかり覚える必要があります。そこまで覚えられればですね、結構まあできる可能性はかなり高いんですね。まず分類自体を覚えてしまえば、まず神秘的要件っていうのはまあこれ色とかですね、そういったものですね。で、材料学的なものは耐食性、例えば金属だと錆びてくるとかありますよね。で、そしてですね、まあよく出やすいこの力学的要件ですね。力学っていうのはこの保持ですね、保持とか強度ですね、そしてこの耐分子とのクリアランスですね、厚みですよね。そのためにこうグルーブとか作ってですね、やります。その次が機能的要件ですね。機能的っていうとここにある通り発音とか咀嚼とかですね、まあ結構この辺は思い出しやすいんですけど、テストよく出るものにこの APC ですね、コンタクトっていうものがあります。こちら光合ですね、上と下の光合の機能ですね、これがですねよく試験出やすくて、 ABC コンタクトどこだっけって、分類どこだっけってなっちゃうんですね。だからしっかり覚えてください。生物学的要件というのは、まあ、イメージ皆さんプラークとか細菌ですよね、こういったものを思えばよくて、緊密に変異を封鎖するとかですね、まあ保護とか、あとエマージェンスプロファイルですね、この歯とですね、まあ、歯肉との調和と言われますけども、エマージェンスプロファイル、こういったものがあります。例えば実際にですね、まあ、最近の問題ですと、例えば114回とかだと、まあ、上顎の前はですね、なかった時の一時的な障害があるのかと。まあ、一時的っていうのは、まあ、その場でなくなっちゃったら何が起きるのって、まず見た目悪いですよね。歯抜けた瞬間、見た目が悪くなりますよね。で、前歯だったらですね、やっぱ発音ですよね。例えば S の音とか、そういったものですよね。こう歯がないと、きれいにですね発音できない、前歯がないとありますよね、そういう音の影響、まあ、例えば大臼歯だったら咀嚼とかですね、そういったものもありますよね。このようにですね、まあ、ここのポイントはですね、まあ、大体できるだろうということじゃなくて、まずしっかり分類を5つ、しっかりですねここにあるものを言えるようにすること、そして ABC コンタクトやですね、またなんとなく苦手そうなもの、自分の中で分類どこだろうっていうものを多分あったと思うんですね。そういったところを、しっかり覚えておくことですね。
東京レンタルスクールは1年生から6年生のですね、定期試験、CBT 国家試験、例えば週1回、大学が終わった夕方からとかね、ですね、2時間や3時間で、週1回マンツーマンで、対策してます。全国から東京においでいただいたり、土曜日、日曜日、祝日も、開講してます。また全国オンラインのマンツーマンによる、個別指導も行ってます。執筆させていただきました鹿ナビという書籍は全科目が、一冊になった書籍です。そのため、例えば2年生とかから、この今授業を習っているもの、最終的な CBT や国家試験はどのあたりが出るんだろうとか、そういった低学年生からの確認とかですね、まあ、CBT 対策、そして卒業試験や、必修対策に、使います。こちら人気を、非常に博しておりまして、例えばカテゴリーのですね、1位もいただいたことがあります。全国の書店などで、流通しておりますので、お買い求めいただけます。またオンライン書店などでも、お買い求めいただけます。また東京レンタルスクールは正門大師や臨床実地問題集など皆様の、様々なサポート、も行っています。皆さんですね、まあ、例えば定期試験不安とかでしたら、何かございましたらですね、お気軽にご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。